皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケット TV の時間になりました。皆様大変長らくお待たせいたしました。ついに超人気 DVD のパート2続編が完成しました。そう、つぶだかファンタジスタ DVD パート2、シェイクつぶだか技術紹介編になります。出演はもちろん前回同様新井拓章さんにお願いいたしました。拓章さんを改めてご紹介させていただきますと、実業団選手を得て現在プロコーチとして活躍されておられます。また芸能界でも AKB48 卓球部のご指導や、芸能人隠し芸大会にもコーチとして参加されております。それ以外にも現在卓球専門誌さんで独自の技術論を掲載されております。では DVD の一部ではございますがサンプルをご覧ください。なお前半部には比較的スタンダードといいますか、中国の唐亜彪選手のような粒高表のような裏のような使い方をする技術を集めてあります。後半部には非常にトリッキーなプレーを集めております。ではご覧ください。
かがでしたでしょうか。ではグッチー君、はい、感想をお願いします。そうですね、まあ、今まであのたくさんシェイクでつぶたか張っている選手を見てきたんですが、今回の DVD でシェイクつぶたかの新しい発想ができると思います。つぶたかというのは変化が武器のラバーですが、対戦相手によってはそのただ淡白なつぶたかだけでの変化で得点するのが難しく、上位選手とやればやるほど変化に慣れられるから苦しくなってくると思います。そこで今回この拓翔さんのシェイクつぶたか技術紹介編は、そのどうしようもないような状態を改善できる新しい技の材料となる DVD となっています。新しい発想、オリジナルの技、つぶたかでのレパートリーを増やすというのが、まあ、シェイクつぶたかには大きな武器になります。たとえもしこの一つ変化ブロックが効かなくても、まだ二つ目三つ目の技があるという状態は、あの自分にとってもすごい精神的に余裕がありますし、相手によって効くものを選んで試合を展開しやすくなります。大きな実力アップをできるチャンスだと思います。なので今回この DVD はそのオリジナルの技のネタ特集みたいな大きな材料となると感じました。まあ、私自身はちょっとできないんですが、こういう他の人にはない花のある技を覚えて強くなってください。はい、グッチー君ありがとうございました。このつぶだかファンタジスタ DVD をぜひお手本、そして動く動画の辞典として使ってほしいと思っています。例えば中学校の、卓球部の顧問の先生、独学でシェイクつぶだかの勉強をされている方、まあ、もちろんその他、おもとソフトでも変化系を持てペンつぶだか、たくさん勉強されている方おられると思うんです。しかしきっとほとんどの方が、お手本見本を見ることもなく、すごく苦労されていると思うんです。もうずっと多分独学の世界で試行錯誤を繰り返してやっていると思われるんです。そしてまた、つぶだかにはどうしても扱いにくい側面というのがありまして、どうしても、固定概念といいますか、つぶだかだと守備的にまずブロックすることで使うとか、つぶだか独特の角度で、まあ、ちょっとつぶだかオリジナルの打ち方をしないといけないというような固定概念イメージが、あり、つぶだかの限界というものをどうしても決めてしまうところがあると思うんです。そういう方はぜひこの DVD を見てください。拓翔さんのつぶだかのプレー、もう本当に流れるようです。本当にスムーズ、そしてそのスムーズなプレーの中で突然無理なくパチンと強打がきます。本当につぶだかの打ってるのかなと何回も確認したほどの素晴らしい打ち方です。拓翔さんといえばプロコーチとして、また実業団選手として活躍された、そしておそらく日本で最もつぶだかをスムーズに扱える選手です。ぜひお手本にして、ぜひ真似をしていただきたいんです。拓翔さんだからこの打ち方はできるんだと思いの方もおられると思うんですが、そうではありません。拓翔さんと同じように打てば同じように素晴らしい球が入るんです。そして特に注目していただきたいのが、つぶだかだと、つぶだかの角度で、極端な角度を出さないと打てないと思ってしまう方多くおられるんですが、拓翔さんのプレーを見てください。もう表や、裏ソフトのような本当にスムーズな、なんというか非常にナチュラルな打ち方で綺麗に打っています。そうやって打っても入るんです。また、トリッキーなプレーもそうですね。今までつぶだかといえばやはり守備的に前に前に止める、まあ普通にフォアはフォアで打つ、バッカバッカですごく自然に考えていること、拓翔さんのプレーは確実にそれをぶち壊してくれます。私もつぶだかをもう十何年も使って、もう凝り固まった頭だったんですが、拓翔さんのプレーを見ると、ああこれじゃあそりゃ勝てないわと正直思ってしまいました。常識にとらわれないプレー、拓翔さんのプレーから必ず見つかるはずです。またこの DVD はスタートからエンド最後まで、端から順次見ていく必要は全くありません。シェイクバックのつぶだかのドライブ、そのプレーが気になるならば、そのプレーをチョイスして、そのプレーだけ見ていただければ大丈夫です。また、反転したとき、反転してフォア、つぶだかを使うとき、どうやって使うのか、それが気になるのならば、そこのプレーをチョイスして見ていただく。
非常に辞典的な使い方をしてもらって大丈夫です。また辞典だと、その言葉の意味を調べるだけじゃなくてちょっと補足的な言葉もついていると思うんですが、拓翔さんのプレーその時じっくり見てください。反転プレーを右回しにしている左回しにしているケースバイケースで使い分けていたりします。微妙にフリーハンドの位置が変わっていたり、ものすごく勉強するところがあるんです。これを見ないと絶対に損します。また、もっと具体的に言いますと、例えば部活の最中にどうもシェイクバックつぶだかでのプッシュがどうもいまいち入らない、そんな時に、気になるプレー、拓翔さんのつぶだかのプッシュどうだったかな、確認してみてください。もうパッと見て本当に1分も経てば見て終わりです。そのように、プレー気になるようだったらもうパッと見る、ですぐパッと練習に持ってそれを試してみるをできるじゃないか。あれちょっとまた違う、じゃあもっと詳しく見る、よしこのまま続行しよう、いろいろどんどん便利使いしていただきたいと思います。必ずあなたの粒高の使い方、シェイクバック粒、プレーに革命を起こしてくれる DVD です。とことん便利使いでしてほしい DVD になっております。皆様からのご注文お待ちしております。